メディア。やばいね。3決やる？さあ、3位決定戦をやりたいと思いますんで、今まだ試合ありますよ。解答者にお待ちください。ん？ん？3決、3決、ん？合ってるよ。1試合、3決は1試合、あ、2試合でいいよ。2やろ、2やろ。たくさん見たいからね。さあ、カリンチメディア対、引退勢チップ。さあ、マイハイスラ2段目ヒット。さあ、2K から画面足前転前転、ジャンプハイスラの上からマイハイが潰されてしまう。ジャンハイスラに、さあ、端に落としていく。さあ、中段ヒットから画面端から中央に落ちてしまったが、一本選手カリンチメディア。そうですね、急にこう先ほどはじっくりじっくり戦っていた2人だったんですけども、今度も縦横無尽にダメを駆け巡る、この2キャラの対戦となっております。少ない、アルフォブレード落ちてきて、昨晩さあ、お互いにね、めんどくさいと思っているでしょう、この組み合わせ。エンエスロマンからヒット確認が凄まじい。画面端から中央へ。さあ、これを読んでいたか、醤油を満たして飛んでいたところを逆にここはもう飛んでいく。しかし投げ返し、ピンマス当たった、見えねえ、どこだ、どこにいるんだ、どこだ、表下段、あー、しかし見えなかったためミスってしまったか。あー、昇竜拳、青キャンはない。ここでシークレットガーデンが重なって勝ったのはカリチミリア。まずは1試合選手ランクアップ、カシャン。引退前さん、この大会の中で成長してましたから、ランクは最初8球だったんで今6球そうそう、成長が止まらないです。まだまだ成長します。多分19段ぐらいまでいけるんだよ、ね、そうそうそう見えない。アルファブレードから大きい攻めはまずは P デインをかばしていく。マイ P から、ここのマイ P にしっかりバースを合わせていく。カリンチメディア、さあ端、これは壁アルファが入ります。端からちょっと離れますが、迷彩をかけてブリッツシールド、いい判断、見えなければ重ねに合わせてブリッツを打てばいいということで、さあ勝利君が見えなかったか、画面端。さあ、立ちハイスラかな、しっかり空投げ。立ち合いとのあれなんですね、髪の毛ディジタリストは避けられないっぱいですね。ガンマから刻んでいくがジャンピー、こちらも長谷川、ニュートラルゲームからのジャンピーは強いですね。さあ、そして空投げに行きたいんですけども、ミディアのジャンピーの判定が非常に強いということで返されてしまう。さあ、一気に画面端ダウンを奪って、下段ヒット飛んでいた。ジャンピーからアルファブレード、速いが間に合わず前行きを立っている。走って空投げできないが、ここで天員からの空中投げ。さあ、ここで流れは一気にチップ、金エスで拾ってダメージアップ。ここからも壁アルファ入らないので受け身狩りの選択肢、クナイダー。さあ、空対空、お互いにジャンプが嫌なんですけども、大体先出しした方が勝つといった感じですね。相手を動かしてジャンプを当てるみたいな。さあ、テイクアルファ繋がらないが、これは読んでいた、素晴らしいダッシュエンエス。林さん、ダメージ食らってる間でもしっかりその状況判断がなんかもう早いですね。さあ、画面出し、さあ、遠詰め一回通せばいい感じですか。着地下段、先ほどブリッツを伏せていたのでブリッツ警戒だったんですが、タッチピーから拾っていく。さあ、バラが入るぞ、やばいぞ、ガードするか、もう昇竜拳割るか、空中投げ、ガンマブレードまで。さあ、あの状況でしっかり勝ちを拾っていく、素晴らしい。インパイゼンチップがまだ成長しません。さあ、あと1試合。
さあ行きましょう。こちらも2本目の試合となります。ウラベーターかっこいい。上級者狩りという新しい言葉がコメント欄にありますが、何度それます。いやしかしジャンピー先出し飛ばして落とす画面出し、アリンチメディアに 2K ヒットさせるのジャンピー S 入ったらいつもの癖め。でタグルシークレットガーデンまだ残っている。うわーでタンズロー2点に避けていく。マイハイスラ2段マイハイスラからやっぱ前転実在しては強いです。うわっと分からなくなってきたぞ。この後の攻め消えちゃうのかな。消えません。出たこの連携。この間遠藤さんがやってたんでカリノさんは一瞬で判断した感じでしょうか。ただなんか遠藤さんに教えてもらってた気がする。さあ取った決勝進出に駒を進めるのはどちらか。宮根どこにいるんだ。さあ削り下ろして画面足。さあこれニュースからのコンボになってしまう。痛い画面足。シークレットガーデンタッチ系食らってキングス2杯 SDS ハイ画面足バラーです。画面足のバラーはちょっとお断りしたいんですが耐えているがまだ残る。ガードでまだあんのかよ。画面足どっちだ。ガードして危険を使ってクールダウンがジャンピーで阻止。このジャンピーが強い。走ってきますぞ。飛んで回避無理をしないカリンチメディア。空中だけ勝ったのはカリンチメディア。決勝に駒を進めます。ではですねまず3位決定戦を行います。アインマンの回とサミットさんでこちらも2試合選手となります。あサミットさんって言っちゃった。まあもういっか。引退勢さんですね、まあ、この2人はかなり仲がいいので面白い試合展開期待します。